こんばんは、ライター講座の薄井です。今日は事務所でですね、まあ、いつも事務所なんですけれども、仕事仲間が、近くにおりますので、若干余計な緊張をしております。今日もよろしくお願いします。あとですね、今日は水曜日ですか、水木金土、もうすぐ講座の本番ですけれども、ぜひ予約の方をお願いいたします。予約は無料です。はい、今日のお話は、昨日一昨日とはちょっと変えましてですね、ウェブ上のコンテンツを書いてお仕事にするということについてちょっとお話をしたいと思います。そもそもライターといっても、まあ、いろんなものを対象にして文章を書くわけですけども、最近は本当にネット関係、ウェブとかメルマガとかっていうのが非常に増えてきました。で、あとはその最近のブログばやりとかもありまして、非常にまあ、そのなんて言うでしょう、素人に近いような方がウェブでのライティングの仕事をされてるっていうケースも非常に増えてます。一方でですね、雑誌とか書籍、本とかから、ウェブにその仕事のメインを移してみますと、非常に大きい問題に気づくんですね。それはギャラが安いっていうことなんです。まあ、ちょっと完全に平均値を取ったわけじゃないか分かりませんけども、私の感覚値で言うと、まあ、2割から場合によっては5割ぐらい雑誌よりもウェブの方が同じ分量を書いてても安いんですね。まあ、それは非常にそのコンテンツの幅も広くて、多分雑誌なんかよりも元の数が、まあ、多いということもあるでしょうし、あとはやっぱりその、なんていうでしょう、プロのライターに対する理解が少ないというか、そういうところももしかしたらあるのかもしれませんが、ギャラが安いのが多いんですね。まあ、その分ですね、まあ、手離れが良かったりとかっていうのもあるんですけれども、ウェブでだけでライターをやるっていうのはもう全然今だと可能です。逆にもうウェブを専業にしてるっていうライターさんも非常にいっぱいいらっしゃいます。でウェブ専業でやる場合のコツなんですけれども、まあ、ちょっとだけお話ししますと、とにかく仕事が早いことが第一に要求されます。雑誌や書籍ですと印刷をしたりなんだりかんだりっていう時間が非常にかかるんですけれども、ウェブの場合は、一番早いパターンですよ。もうライターが書いてその直後にアップロードされてしまう、でもうそれで見られる状態になるっていうものもあるぐらいです。まあ実際にはその間でチェックが入ったりなんとかっていうのがあるんですけれども、非常にそのスパンが早いんですね。ですから仕事の発注も本当に当日に来たりとか前日に来たりで、そのまま締め切りまでが数時間しかなかったりとか、そういうこともよくあります。とにかく仕事が早いこと、仕事を効率よくこなせることというのがウェブ専業でやるポイントだと思います。効率よくこなしていけばですね、当然ギャラが安くてもいっぱい仕事が受けられますから、その分ですね、ちゃんと仕事になるというわけでございます。ですからとにかく仕事が早いこと、これが重要です。あとはですね、分かりやすい文章を書くことというのもあります。どうしてもこれはまあウェブに限らないことなんですけれども、ワープロというかパソコンで打ってると漢字が多くなってしまうんですね。そういうのもひらがなにできるだけ、ひらがなにすべきとかひらがなにする、簡単な用語にすべきとか簡単な用語にするというふうにですね、分かりやすい文章が書けるということも大事です。ですから まとめますと、分かりやすい文章を早く書けて、まあ、締め切り納期に確実に間に合わすことでできる、というタイプの方が向いているのではないでしょうか。ですから逆に言うとですね、案外副業の方ではウェブ専業でやるのは難しいかもしれません。本当に早い対応が求められるので、逆にばっかり言ってますが、プロの方にこそ おすすめできるやり方だと思います。ウェブ専業でですね、頑張ってみたいという方、ぜひ参考にしてください。以上です。